CS の話ばっかりしてるんですけど、はい、日本シリーズ谷西さんど、ま、どことどことの僕はやっぱりこの大阪とついたる年シリーズって僕ら言ってるんですけど <laughs> 今年はまあそこかなって同じようなチームからで,、はい、んでどんな第一線になるのかっていう、はい、もう山本 VS 村上の防御率1位投しが 2点取ったたら勝ちみたいな、はい、でもあの阪神の方でちょっと不安なと,ところっていうのは、はい、その今年先発で頑張った村上大竹、はい、これがあのクライマックスとか投げたことないんですよ、うん、日本シリーズもも,もちろん、うん、そこがどう出るかですね、うんはい、だから同じシーズン中と同じようなピッチングができるっていうんであれば、うん、できたっていうんであればものすごいいい勝負すると思います。 今年パ・リーグからスタートじゃないですかそうなんですよパ・リーグ2試合ですからね最初と16間違いなく山本君なんですよはい山本君の大阪ド部の勝率ってものすごくてでも山本日本シリーズまで1回も勝ってないんですそうですよ2年二年間この2年間勝ちてないんです勝ちがついてないんですよ去年神宮で一気に投げて脇腹いっちゃってそういう人いますからね僕で 知ってる人で言うと山本マスさん、うん、あんだけ日本シリーズ投げて一回も勝ってないんですよ。よ<ー>いるんですよそういう人。で高っちゃんみたいに一点も取られない。<laughs> はいそうですそうです。高っちゃん一点も取られてないんですよ。<laughs> ね、日本シリーズで。ね。まあおまけで言うと日本シリーズ七試合でタコの選手もいますけどね。僕ですけど。<laughs> <laughs> いやえっ、ー、とねソフトバンク2011年です、えー、僕の最後の日本シリーズ、えー、第7戦まで行って、えー、7試合ゼロです <laughs> 多分記録じゃないですかね一本も打てず一本も打てずそのそ,それもっとその年のクライマックスから日本シリーズまでゼロですだから唯一僕心残りなのは、えー、あの日本シリーズで、えー その無安打で終わったっていうのが心の声なんですね。で、ええ、クライマックスは次の年出たんですよ、ええええ、2012年に。ええ、で打ったんで、ええ、クライマックスのはちょっともう途切れてるんですね、ええ、ノーヒット記録が。もうだから今体絞ってえながら <laughs> もう一回現役復帰して <laughs> 日本シリーズ出てその記録を止めてください <laughs> やっぱりそういう逆に日本シリーズ男って出ちゃうんですね。あるんですよ,あるんですよ 出ちゃうんだねもうぐったりしましたねさすがに<や> <laughs>